いやー、綺麗だねー。山だね。うん。ここは宇都古城、中世の方の宇都城ですよ。ここかな。さっきのは石垣あったけどね。こっちは石垣ないんじゃないか。通称西岡台、標高39メートル小高いとこにあって、小西行長が16世紀までに築城した近世宇都城があるため、西岡台の宇都城跡、中世宇都城跡や宇都城あった宇都古城とかね、呼んでます。はい、宇都古城がいいね、やっぱね。うん。元は平安時代1408年、古いな。宇都城は作られ以降、菊池氏の一族が代々、室町時代はまだまあ分からん、もう古すぎて分からんけど。で、城をつかなくなった時期は雪中が近世宇都城築城を開始した16、あ、でも新しい宇都城を作ってこっちは使わなくなってきたよってことか。まあ土造りの城だね。はい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 。で、今いるのはここで、まあ縦堀跡が、これ階段になってる感じ。うん、とか、まあ、横堀、堀があって。大手は、こっち側だった。な、まあ、まあ、そんなに、発掘は結構立派だね。うん、見てみよう。縦堀、ここかな？縦堀。階段沿いじゃなくて。あ、ぽいね。ここは縦堀っぽいね。せっかくなら縦堀登ろうか。ね。ああ、今、僕、縦堀の間を歩いてる。縦堀の堀の中を歩けてる。歩いて登ってる。ああ、いいな。横堀はこれか。確かに。だいぶ埋まってるけどな。これかな。微妙だな。わからん。そこまでもわからん。あ、これだ。横堀。まあ、もう、もはや、通路。もう。あ、違うよ。これだ。ああ、これ立派じゃん。横堀。おんで、ちゃんとこう、何？掘り切りというか、入り口、なんて言ったかな。何にも出てこないな。こういうのね。あ、そう。何土塁って言ったっけ？あのね、土塁ではないな。やっぱ割ってるもんな。うん、道後温泉の横の城のほら、あ、ここにあるんだよ。ここそういう土塁が。でもこれは違う。これ堀だ、堀。堀っていうかもう、堀だね。もう堀だよ、これは。だって掘ってるもん。本当にあれだね、コロナで城から離れすぎて出てこなかったね、忘れちゃったのかな。かっこいいね。でもね、かっこいいわ。イケメンな城だね。でもまあ、ああ、さすが中世だね。まあ大した広さもなければ、あれは、あ、でも復元なのか、想像した建物跡。うん、これね、ここも建物あって、あ、これ
なんだかちょっといい感じ、いい雰囲気だけど。なんだろう、板葺きもしくは茅葺きの、まあ、こういうこんな板葺きだね、これ屋根の建物。うん、ああ、土足禁止にするには床上がちょっと汚いんだよなあ、汚いんだよなあ。ぐるりしてみようか。そう、ぐるっと回って終わり。無登場。ここだけの写真撮ればなんか、うわ、この城すごいんじゃないかなと思うよね。うん、どういう意味？すごくないってこと？そんなこと言ってないよ。わ、すごそう。これサムネにしたらすごそうだね。サムネにするかな、YouTube さん。ここ選ぶかな、ちゃんと。勝手に選んでんだよ、サムネ。YouTube。いいの選ぶときもあれば、なんでそれ選ぶねんってときもある。うん。堀に投げ込まれた大量の石灯。あ、ほんとだ。石灯。なんで？石灯の陶器によるシロアリ、あ、シロアリがされたんだ。城の生命を断ち切る儀式、儀礼や儀式。だから、小西行長が入った時かな。まあ、キリシタンだしね。そういう意味もあったのかな。うん。ぐるーなってるわ。ぐるーな。じゃあ、皆さん、多分もうこれ以上の、景色は何もないと思いますけど、この後一切早送りの処理をしたりだとか、こう飛ばし飛ばしにカットしたりとかっていうことは、するつもりは全くありませんね。ただただお付き合いいただくか、もうここで切るか、どっちかと思ったら向こうにもあるな、広場。クルワだろうな、多分な。もっと山全体に広かったみたいだしね。うん。堀はこんな。外堀もあったって。ああ、外堀。どこだろう。どれが外堀なのかわかんないけど。でもこれクルワだね。うん、下も下手したまあね、クルワの名残だね、駐車場。こっちの方がなんかすごいな。どれどれ。洗浄時期。結構広いのね、やっぱり。ね。白って感じ。武藤城とか、どこ城とか書いてるのかな。武藤城だ。どっちかわからん。武藤城にしてほしいよね。あ、じゃあ、ここが本丸で、結構しっかり残してんのか。なんだ、まだ続くじゃん、この動画。裏の方がいっぱいある、これ覚えとかないとね。石灯が出てますよ。やっぱりシロアリの時の石灯。
石垣だけど、石垣は気づかないだろう。ここには謎の石垣だよ。石塔を用いたシロアリは九州で初めて確認された。全国では大変珍しいって。へえ、城の守りとして重要な場所に意図的に投棄された。へえ、なんだろう、ちょっと面白くなってきたな、この宇土小城。何これ、三角点みたいな、なんだこれ、ハンコ。今しゃがんだので立ちくらみしてるわ。なんかみかくしドル、いやそれ違うな。何の最初の話。あ、でもここは草ぼうぼう。あ、でも巨石が置かれてたり。まあ中世だしね、平安だしね、なんかこう戦いじゃなくてみやびだろうね、どっちかといえば。大きいお家でおじゃるだろうね。よいしょ。じゃあ残りの半周して、あの見目麗しい門に着いたら終わりにしようか。多分この一個が本当にもう見るもんないと思うけど、なんかある水路かな、堀ってほどの幅じゃないしな、面白いな。排水溝あるな、だから水路だな。だけど当時の水路なのか最近用に作った水路なのかとか。あーでも石、いやでも石垣はないんだって。きっとここの下はあれだろ、ドドメの最近だろ。そう、まあだんだんだんってなってるから見栄えはいいよね、この城ね。ああ今日はね、熊本横切るからね、なんか美味しい熊本ラーメン食べたいな。まあ、それかもう九州もそろそろ明日でさよならするからな。なんか馬刺しで一杯みたいな。いいよね。運転するんだよね。ワンチャンあれか、車中泊だから。居酒屋さんでずっと止めれそうな感じなら、そのまま朝まで寝てりゃいいんだけど、なかなかないよな。でも道の駅に隣接してる居酒屋さんとか、いいじゃん、見目麗しいじゃんここ。あ、宇土小城はおすすめです。宇土城の石垣とこの宇土小城セットで2つ合わせて見るならもう十分見応えあるね。宇土小城、あ、宇土城の石垣のためだけに、遠くから来るないし、ここのためだけに、まあ、ここはありだね。でもワンちゃんここはなしくないよ、もうここ単体で全然見れるけど、まあやっぱちょっともう県がすごい遠い、九州外から来るとしたらここ一個のためってなると若干ちょっと
しんどいけど、宇都城と宇都小城、あと小西行長ね、見て、ああ帰るって言うなら、まあまだね、ありだ、ありだよね、十分。未完成の堀跡、これデコボコしてます。これは小回りと呼ばれる航空明けの跡、もしくは工程の位置過程を示しており、工事が途中で中止されたのと考えられます。うん、でもあのあれだよね、障子堀、堀障子か、まあだからうね堀とか、これだったね、な、山中城ね、行ってないな山中城。うん、あえてこうするっていうのがある。あ、ここは何、縦堀か、縦堀、まあ水堀じゃなかっただろうから、なんかでもこれだったら堀から縦堀から上がってこの横堀に来て、こう一気に攻め上がれるレベルだよね。もっと深かったのかな当時は。うん、まあ柵も巡らしてただろうしね、ぐるり。はい、じゃあ本当に終わりです。はい、お疲れ様でした。